天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。天才ピアニストの竹内です。またしです。マスミですと私ですがコラボして、またしです。よろしくお願いします。うわージューシーでね今日もね、ジューシーでね、私のジューシーな部分が、あーやなしに、うん、ご機嫌でありがとうございます。お願いします。あー何食べたい今、うん、うわー今なー、あれかあれやな、え、クイズ形式バリダルクイズ。でも正直、うん、北京ダック。うわー意外正直じゃあ北京ダックなんかがその、うん、入ってけえへんもんね、私みたいな一般人は。あなたぐらいのクロートになったらやっぱりその選択肢の中に入ってくんだよなって。わかる。あーすごいね。北京っていうのも皆さん誤解しないでくださいね。北京ダックってね、やっぱ普通の、はい、あの大衆の中華料理屋にはないじゃないですか。高級料理です。高級中華料理屋さんで、そうです。何万もするじゃない。そうです。基本的には。はい、はい。2万、3万。はい。私の言ってる北京ダックはね、はい。4人で食べても十分満足できて、うん。3,000円ぐらいの、はい、あるんですよ。これ3,000円ぐらいだった。3,000円ぐらいです。2,980円かな。そうですそうです。難波でね、うん、あるんです、食べられるんです。3,000円で。3,000円で食べれる。美味しいんです。そう、ダックの話ですよ。はい。その高級志向と思わんといてよってことですね。はい、そうそうそう。あ、もう今あなたは北京ダックが1位に浮上してるんだな。今めっちゃ北京ダックの口。ないないない、北京ダックの口なんか。あれさ、でも私らがよくその食べに行ってるね。うん、はいはい。打ち上げとかで行きつけの中華料理屋さんがあるんですけど、うんうん、あの北京ダックしか食べたことないね、正直。そうやな。あれ本物の北京ダック？わからんな、安いもんな。ね、でも、むっちゃ美味しいね。むっちゃ美味しいけど、わからん。もしかしたらグレードが低いんかもしれん。言うたらさ、うちのお父さんとかも言っててんけど、うんうん、あの、メロンやメロンやと思って食わされてたやつが、うん、マッカ？はい、マッカウリね。マッカウリ。マッカウリ、うん。やったらしくって。はいはい。なんでこんなメロンみんなありがたがってんやろと思ってた。ってこと。え、初めて本物のメロンを食べた時に、メロンなんか昔から食うとったのにって。ああ、わあ、なるほどな。いや、それはありえるな。みたいな感覚で、うん。もう今私らはさ、そこのやつを北京ダック3,000円、4,5人で食べても満足する、うん、3,000円以下の北京ダックを北京ダックとして認識してるやん。だから今リスナーさんの中の金持ちが、うん、いやいやいや、もうそんなあれへんから、何言ってんのこのこれ言って、そんなもう鳩違うか、鳩の丸焼き違うかって、うん、でもさ、一個怪しいなと思ってるのがさ、うん、あの北京ダックって基本的にあの表面の皮を食べる、はいはいはい、聞いてるじゃないですか、うん、結構肉ついてるやん。ついてる。あれはでもさ、私サービスまである、サービスちゃんとまで思ってるからな。あ、ようけ食べたやろって。そうそうそう。でもその肉の部分も美味しいねんか。せやねん、私らからしたら。うん、いいんですよね、別に。美味しい。味はね、ちゃんとしてるんですよ、うん、ちゃんとしてる。でも本家の味、何が本家と言っていいか分からんけど、でもそこもさ、うん、結構本場の中華っぽい感じやん。うん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 、そうやな、うん、だからまあ、で、あれが食べたいってことやな、今。うん。すっごいな。今、第1位。うん、その、ちなみにもう一個、あれかあれやなーで悩んでた、悩んでた。当初。当初、当初。当初って、本当に3分くらい前の話なんだけれども。当初な。いや、当初、何やなしに。言おうか。うん。なんでこんなもったいぶられなあかんねん。マスミの食べたいもので。もちベーコン。もちベーコンこんにちは。モチベーコンっていうか、うん、なんかあのインスタでね、うん、たまたま今日夕方見てたんですよ。うんうん、ベーコンちゃうな、豚肉やな。豚肉に、うん、餅と青じそとチーズ。ああ、美味しいな。を巻いて、豚バラでくるくるっと巻いて、はい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 、はい。で、美味しいやな、フライパンで炒めて、うん、まあそれだけでもうまいねんけど、ちょっとなんか甘辛い感じのタレみたいなのかかってて、うん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 、うまそうと思って。ビールとそれでだけできたよなと思って。わあ、美味しいな。でもさ、やっぱさ、料理するって本当にエネルギーいりますね。ストレス発散になるっていう方もいらっしゃるんでしょうけど、うん、やっぱりある程度最低限元気じゃないと。そうやな。家帰ってからいくら食べたいものがあっても、うん、私ずっと鶏つくねの鍋食べたいね。はい。ずっと買ったらええやん。
いや、嫌やね、嫌やね。作りたいんや。買ったつくねあんま好きちゃうねん。そうやね。曲げ？これ曲げバナで。え、あのさ、つくねもいろいろ種類あるけど、私、あのつくねは好きやねん。誰ですな。あの、鳥と、うん、鶏の中に軟骨入ってて、あ、美味しいよね、うん、なんかレンコンのすり身みたいな感じでやってて、あのそんなに黙らん方がいいけどねつくねを思い出すためにそんなには黙らん方がいい。ちょっとちっちゃい餅とか入っててもいいし。うわ、あなたすぐ餅を入れるやんなあ、餅は絶対誘いたいんや。餅誘いたい。餅を追ってほしい。餅っこちゃんもちもね、わすみのこと好きやろしな、お互いに。やろうな。耳やろしな。みたいな、みたいな、なんか。ああ、なるほど。いや、軟骨つくね。いや、美味しいんですよ。うん、美味しいんですけども、私は、つくねを、作りたいんです、うん、その。はいはい、はい。もう、ミンチを潰して、うん、シソとか、みょうがとか入れて。なあ、薬味、薬味つくね、はい。で、あんま、そう、薬味つくねで、うん、あの、がっちりしたつくねじゃなくて、もう、ギリギリのつくねがいいね。はいはい、だからあれやろ。解散してまうよっていうぐらいの。もう、だから、団子玉にするんじゃなくて、はいはい、もう、なんかスプーンかなんかで、シャッ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 ってやるな。それそれそれ。はいはいはい。だからちょっとだけもう つなぎで、うん、ちょっとだけギリギリほぐれへんようにしてるだけの、ミンチ鍋にならへんためだけの、はい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 、つなぎだけ入れたやつが食べたい。ほんま入れたんや。そうです。で、それを、なんか私、とろろを吸って、うん、で、鍋の、うわ、うまそう。美味しそうやろ、うん、とろろと一緒にそのつくねを食べるっていうのが大好きなんです。うん、自分でなんか、思いついてやったんですけど、それが美味しくて、うん、それやりたいけど、それやろうと思ったらもうめんどいの。うわー、トロロもすらないの。準備で45分かかんな。そうやね、それがなー。いや、そんなかからへんと思ったそこのあなたもいらっしゃると思うんですけど。いや、かかるんです。私らの手際やったらかかるんですよね、うん、買い物もあるしさ。確かに。ずっと食べたりも2週間ぐらい、うん、やったら、うん、まあ、あー、遅くても20時には仕事終わって出なあかんな。うん、まあそうやな。遅くても。なかなかないでしょ。うん。なかなか機敏な。なかなか機敏ですよね。やし、なんかもっとひどいとき、うん、ほんまにしんどいときってさ、多分働いてらっしゃる方、経験したことあると思うんですけど、うん、もう食べる、何を食べるか考えるのももうしんどいみたいな。はい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 。もう決めることがしんどくて。お腹は空いてんのに、うん、食べたいのに食べたいものがわからへんし、そう。もうしんどくて選ぶのも辛い、しんどい。そう。うん、ほんで、なんか、買い物適当に選ぼうと思って行くけど、うん、いつもより時間かかってもって余計しんどいみたいな、うんうんうん、でもう一個行ったらもう食べるのもしんどい、うん、もう横になりたいな買ってるって。それはないです。それはないですか。一回もない。あるやろ一回は。いや一回だけ、マジで一回だけある。それギリギリやったな。その時は体力がしんどいっていう時。それは、うん、帰ってきて、うん、いや 体力もしんどかったの、うんうん、結構時間遅くて、うん、一旦その SNS だけ更新してからご飯しようと思ってて、はい、SNS を更新最中にうとうとっと寝てして、だから更新もできず食べもせず、はい、そのまま寝て、うん、パッて気づいたら夜中3時ぐらいやって、はい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 、もうええわと思ってそのまま寝たけど。それだから、それを一回味わうと、うん、ご飯が食べたいって思えるだけでやっぱ元気は元気ない、うん、まだ確か精神的に な。そうそうそう。ほんでそのせやねん、ご飯食べられへんわってやっぱ人間な。そうよ。結構ほんまにしんどい時やから。しんどい時です。食べられてても食べたいって思う気持ちがやっぱり元気である秘訣やね。基本的にはね、うん、生物ですから、うん、食べたいって思わへんっていうのはもうそこのあなたは頑張りすぎてる。うん、マジで休んだ方がいい。あ、私今これも食べたい。え？これも、どんちょう？私はこれも食べたい。何々っていう。そうで。いや、あんまその文学的な感じでさ、発表してもらってほしいよな。前聞きますけど。あのね、あの、私これが食べたいですよね。どれですか？肉の、はい、ピーマン詰め。え？逆転？そう。先生、よく聞いてくれましたみたいな顔でこっち見てくんなよ。フライパン。え、肉のピーマン詰めフライパン一面に、合いびきミンチ？え？うん。なんか玉ねぎとか入れたハンバーグの生地みたいなやつ。うんうんうん、フライパン一面に、こう、ひいて焼いて、うん、そこにピーマン半分切ったやつをギュッ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 って。ちょっと待って、そのメニュー考案した人絶対太ってますよね。確実に。絶対に太ってますよね。肉のピーマン詰め。え？それは何の意味があるの？もうお好み焼きみたいな状態ってこと？そうや。ハンバーグにピーマンが埋まってるってこと？うん、ピーマンいらんやん。いる？いる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 。いんねや、それは。それはいる。それはいんねや。うん。あ、そう。それ。やったことあるの？ないないない。あげてみたいん？やりたい。
あーまあでもこんな豚やんな、でもやってることがタブーやんな。タブーっていう言葉もあるからまたややこしいんですけれどもね、また豚豚小豚ちゃんやんな。まあそうなんや、それでもいいな、美味しそうやな。せやね、なんかもうグーってビール飲むそうちゃう。ちょっと塩コショウ、あー美味しい、コショウ強めの、はいはいはい、肉、うんうん、肉ずそのハンバーグ生地みたいな、合いびき肉みたいな、そうそう、そんなにめっちゃ分厚くなくて、ちょっとカリッとする感じの、あなたはすぐ表面をカリッとさせたいね。刈り上げたいね、刈り上げたいね。ちょうどそう、私やんかないか、それ刈り上げたいわ。お前3ミリでお前嫌やな、いや感じ悪い、なんで感じ悪いね、お前気持ちいいやろ。そうやね、肉のピーマン詰めな。あー、なるほど、これ結構一人暮らしならではじゃない、これできんの。もうあんま人に見せへんこと前提としたな。いや、そうそうそう、見栄えとかはあれやけど、いいなぁ、これいいでしょ。でもそれはさ、その比率的にってこと、ピーマンの肉詰めではあかんってこと、うんうん、ピーマンの肉詰めも全然いい。お肉たっぷりやったらいいねんけど。悪いことしたいってこと？そう、悪いことしたい。やんちゃしたい。うん。はぁ、なるほどな。ビジュアルも込みで、うわーっていう。わかる。でもさ、ピーマンとかって、もうなんかむっちゃ料理してる感あるよね。確かにな。ピーマンってさ、主婦じゃないの。そう。種を取り出してる時点で、それはもう主婦だからって。なるやん。うん。あ、それいいよな。私、自粛期間、コロナの自粛期間、うん、ピーマンの肉詰め一回作ったんですけど、うん、むっちゃくちゃ美味しいやん、あれなんか。うまいな。むっちゃうまいし、すっごく自尊心が満たされる。確かに。やってますね。私やったっていう。だって、な、工程結構あるもんな。あんねんあんねんあんねん。お肉の種を作るのまで詰めて焼いてな。そう。うっとこいつも実家で、うん、ピーマンの肉詰めとレンコンの肉詰めセットで絶対。穴のとこに肉。そう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 。肉少ないじゃん。え、ちゃうちゃう、穴のとこだけに詰めるんちゃうよ。え、ハンバーグが付属してるの？レンコンと同じ大きさより一回りぐらい大きいお肉のハンバーグ、薄いハンバーグにレンコンギュッてして、うんうん、もう肉を詰めてるというかやん、もう、うん、混ぜて、美味しいよ、うん、おやすみなさい。チャンネル登録ってした方がいいもんね。うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？